鎌田鶴巻バスケットカウント。門馬、おお引っ掛けた。細かいバウンドから高橋祐二、そして叩き込んだトラソリーにトレーラーで来ていました。もう一度中の空想へ、空想が攻めた、ダンクシュート、切り込んで最後はダンクシュート、アブドゥーラ空想。そして香川が前半のタイムアウト1つ目を取りました。得点は茨城14。ここはタップスコット、縦パス通ってトラソリーにしっかりと決めた、ダンク、今日2本目。これタイムアウト、香川後半2回目のタイムアウトを取りました。ようやく外角のシュート決まりましたね、はい、そうですね、いいパスの流れでしたよね。なるほど、あの外角のシュートは今のようないいパスの流れで、はい、リズムができて、はい、シュート、いいシュートにつながりますね。決めた、スリーポイント、福沢、今の茨城のパス。